いつも見てくれてるそこのあなた、チャンネル登録お済みですか？まだならぜひチャンネル登録を。はい、というわけで、今回ね、ちょっと突発的に、ちょっと、このね、MP7 を、電子トリガー化してみるっていうことをね、ちょっと今回やってみました。はい。まあ、ちょっとね、今回、この時間をもう設けたのは、まあ、ちょっと、まあ、各部の説明っていうか、まあ、細かいところのね、どうしたかっていうところの説明と、あと、電子トリガーの、このね、ちょっと正式な発音名称がちょっとわかんない、ウリキーだっけウルリキーみたいなね、なんかそういう名前のね、電子トリガーらしい、電子トリガーの製品名称なんですけど、まあ、もともとね、バーストウィザードっていうね、ところのどうも製品のようです。パクって作ったのか、ライセンスをここに売って作ったのか、ちょっとどっちかよくわかんないけど、うん、まあなんかそういう名前のね、製品でございますと。はい、今のところとか一応ね、まあこんな感じで、ですね、元々のバッテリーボックスの、まあ、奥の方にですね、この今回の電子トリガーを、ぶっ込んでみましたと。はい。で、そこから配線を引き回して、モーターとトリガーの方にね、線を持ってきてあります。で、この中身としては、リポバッテリーね、これよく電飯とかで使うやつ、これがね、ちょうど下のスペースに入ったので、まあ、ちょうどね、ここの、なんだっけ、セーフティーをした状態だと、下の引っかかりが出てこないので、その状態でこれを下にギュッと押し込むと、ほら、最後までね、入るようになってます。はい。で、この状態で、電子トリガー側にね、の基板側から、バッテリーの、ね、線を持ってきているので、これをね、まず繋いで最初の4秒間の間にトリガーをいくつか引くと、要は、こんな感じでね、いろんなメニューの、に切り替えて、設定を変更できますと。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、ちょっとね、今ちょっとやってみますね。入れます。いったら、失敗した。もう一回行く。例えば、バーストのね、設定をね、ちょっと変えてみましょう。バーストの設定は、どんな感じかというと、実はですね、これ、もともと、この製品が、意図している、仕様としては、普通のね、電動ガンですと。要は、この、コンパクト電動ガンのモーターのね、抵抗値とか、まあ、その辺の消費電力に、合わせて設計されていないので、実はね、バーストカウントがね、ちょっと、ずれてます。なので、例えば、バーストを3とかにすると4発とか5発とか出ちゃうんですよ。うん。っていうことがちょっと分かっていて、今のところ。で、今、バーストはね、確か、1発に設定すると3発ぐらいなんですよ。まあ、なので、ちょっとそれをね、変更して、まあ、どういう風にね、設定変更するのかっていうのをちょっとお見せしようと思ってます。はい。じゃあ、まず、トリガー、セーフティーを解除した状態で、フルでも音どっちでも大丈夫です。で、電源をつなぎます。で、1回引き金を引きます。間違えた。はい、じゃあね、ちょっとね、設定変更をやってみます。まずバッテリーをつないで、最初の4秒間の間だけ設定変更モードに入れるモードになっているので、まずバッテリーをつなぎます。そして、カウント、バーストは2なんで、1、2。はい、2回プップって言いましたね。で、もう1回押します。これで設定モードに入りました。で、ここで、例えば4とかやると、1、2、3、4。はい、っていう感じで4回になります。で、このまま放置しとけば、2回にピカピカって光って設定完了です。で、その後、このほら、奥にさ、今光ってたやつが暗く映ってるでしょ。これが要は発射待機モード、発射可能状態になってるわけですよ。ここで、今ね、さっき4回やったから結構ね、バーストいっちゃうと思う。あれ？おかしいな。ちょっともう一回設定変えてみようか。よし、ちょっともう一回、設定を変えてみましょう。はい、つなぐ。1、2。はい。あ、わかったわかった。間違えた。ここで何回から。1、2、3、4、5。はい。で、最後に3回転3つしたでしょう。これで設定完了ですと。今ね、5バーストにしました。よし、これでね、どうなるかな。やっぱほら6発出たりするんだよね。
7発ぐらい出た。うん、っていう感じでね、ちょっとね、5発って設定したのに、6とか7とかいっちゃうんですよ。うん、なので、そう、自分が例えば、3点バーストがいいなっていう時はね、1とか2とかがね、ちょうど、これちょっとバッテリーの状態にもよっちゃうので、今一概に言えないですけど、僕はね、今のところね、ちょっともう一回やってみましょうか。ほい。1、2。で、ここからバーストの回数。これね、1回ってやるとね、はい、設定完了。で、待機モードに、あ、入ったね。うん。これでやるとね、結構ね、3点バーストいくんだよね。ほら。ほら、3発でしょ。ほら。ほら。ね。ね、ちょっとこんな感じでね、1って設定してるのに、3点バーストとかちょっとなっちゃうんでね。まあ、これはね、まあ、しょうがないかなと思います。はい。まあ、そんな感じですね。で、これデフォルトでちょっと面白い機能があって、今ね、バーストになったでしょ、これ。引きずってると、ほら。要は、3点バーストの後、ちょっとディレイ、要は遅延が入った後、連射っていうね、今デフォルト、工場出荷時でこういう設定なんですよ。もう一回いきますよ。ね、面白いでしょ？まあ、要は、弾の無駄遣いを防ぐために、3点バーストを使います。ただ、その場でもっと打ちたいときは、そのまま引いとけば、ずっとね、フルオートになりますよ、ちゅうね、話でございますね。まあ、ここは自由に設定できたり、あと、フルオートに関しては、かなり設定メニューが、充実してて、例えば、3発撃って、5発撃って、3発撃つとか、1発撃って、3発撃って、5発撃つとか、そういうなんか変なね、不規則なバーストの設定とか、なんかいろんなね、設定がもう、とにかく盛りだくさんすぎて、てかね、そんな設定いらねえよ。もうね、マニュアルがね、ちょっと分厚いっていうかね、項目が多すぎてすげえめんどくさいんだよね。もうこれ途中でね、翻訳するのやめちゃったよ。うん、あとね、重要なのが、プリコックの設定ですね。一応、どなたかのね、ブログでね、解説してあって、まあ、親切な人がね、いて、そこで、まあ、一応解説しちゃったんで、僕もね、それを一応、参考にしてね、設定はちょっとさせていただきました。一応、それをね、動画で、説明しておこうと思います。はい。まず、プリコック。要はね、この電子処理が入れた目的って、要はプリコッキングしたかったわけですよ。まあ、なんだっけ、ボンチンさんのね、きっと本当はこの、入れようと思って、この銃を買ったんだけど、まあ、前回ね、なんだっけ、スコーピオンにね、もう入れてしまったので、じゃあこれ、なんかに使おう、どうしようかなと思ってたら、ちょうどね、面白い電子処理がね、アリさんで見つけてしまったので、まあ、今回ね、それを、入れることになっちゃったんですけど、はい。で、ではね、ちょっとプリコックをね、設定。もう、すでに設定されてるんですけど、まあ、どんな風に設定したらプリコックがね、できるかっていうところをね、ご紹介しておこうと思います。一応、コマンド番号は、10番ですね。プリコックの設定ですね。それちょっとやってみましょう。はい。電源つなぐ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。すると、っていう感じで、ビープが、10回になります。で、その後に1回引きます。はい。すると、設定モードに入ったので、ここでめんどくせえのが、遅延時間とか設定するんですよ。そこで例えば、90ミリセックとかだと、もうね、なっちゃったかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、10回行くとゼロ戻んのか。ちょっと待ってね。1、2、3、4、5、6、7。よし。これで、この後、今度はバッテリーの遅延か。1、2、3、4、5、6、7。これで終わりかな？で、待っとくと、設定完了ね。OK。で、暗いのが、ついてるね。OK。これね、何をしたかっていうと、要は、プリコックの、まず、量。要は、何秒間、モーターの、要は、トリガーを戻してから、一旦発射された後、何秒間、ピストンを引き戻すのに、時間を使いますかっていう設定をミリセック。要は、ミリ秒ですね。そう、ミリ秒設定でできるわけですよ。それが、要は、10の位と1の位。要は、11ミリセック設定したかったら、1、
一回ね。で、次に、1の位を設定したいときは1。うん。っていう感じでね、要は11セック、うん、11ミリ秒を設定したいときは1回、そしてもう1回っていう風に設定するわけですよ。ちょっとわかりづらくてごめんなさいね。もうこれ本当にこういう説明の仕方しかできない、ね、こういう仕様なんで。で、そう、次は、バッテリー減衰補正。要は、バッテリーがどれだけ減衰するのに、補正にね、電圧だね、電圧の調整をするわけですよ。はい。で、その電圧調整を、その次に行います。はい。で、行いたくないときは、トリガーを引かなければ、そのままスキップされるので、うん。まあ、そんな感じですね。今それをやってみたわけです。はい。で、それを設定すると、うん、これ今ね、まあまあな、プリコックなんですよ。わかんないよね、音じゃね。あのね、ちょっとわかりやすいように、一旦フロートで打ちます。よし、これでいいかな。いくよ。これが普通。で、次からプリコック。ほら、ね。こうやってやるとね、わかりやすいでしょ。フロートを打った後、ピストンが完全解放された後にセミに戻して一回引いてみるとね、わかりやすいんですよ。で、次からね、わかりづらいんだよね。一応もうこれプリコックなんですよ、もうすでにね。うん、ちょっともう一回、そんな感じでございますと。はい。まあそんな感じでね、プリコックがね、できてるかできない、できてないかって、もう一つ判断方法があって、要は、電子トリガーを入れない状態だとこれができないんですよね、これ。ほら、僕はよくやってるでしょ。そう、これができるってことは、もうプリコックがね、できているってことなんですよね。あらかじめピストンが引かれている状態だから、これができるっていうね、お話でございますと。はい。まあ、そんな感じで、まあ一応ね、今回は、ウケイみたいな名前のメーカーの、なんだっけ、エアフォックス G3 っていうね、製品を取り付けてみたよっていうね、動画になりました。はい。じゃあね、前回もね、前々回もね、次のね、AK プロジェクトやるよって言っておきながら、2回もね、全然関係ないことをやってしまいました。はい。あのね、ちょっと腰が重いんですよ。というわけで、次こそはね、ちゃんとした本プロジェクトをね、やっていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、またねー。